動画の方はご無沙汰しています。今ね、鳥取の日南の方に来てます。最近の、ちょっとした動きがあったので、このね、発車巡りをしながら、ぼちぼち喋っていきますけど、最初はね、独立していきたいなぁとは思っていて、最初はね、農業の研修生だったけれども、で、今はね、農業を諦め、有害ですね、一応、マタギの方にも行きたいかなと思ってて、有害の、有害なんとか対策実施隊員の方に方向を変えてます。なんでかといえばね、ちなみにここは、発車巡りのうちの笹福神社だね。笹って、楽々って書くのかな、ちょっとわかんないけど、これ境内。で、なんかね、地域に住んでみれば、その地域のことが分かってくるんだよね。で、あとはその、1000万の借金をしない限りは俺は始めらんないし、逆に、なんかね、あるんだよ。これ、直感的にね、感じる、納得できない違和感がね。そんなこんなもあって、で、再来月に、狩猟免許の猟銃かな。第一種の猟銃免許を取って、で、今月からその、多分イノシシの解体かな。その、有害のね、研修が始まる。な感じかな。で、それ地域おこし協力隊の案件だったらしくて、ハローワークの求人所は分かんなかったからな。結構ね、鳥取の日南の農業研修、林業研修生って辞令交付書2枚もらうんだよね。普通辞令って1枚でしょ？だからそこら辺がすごい特殊なんだよね。境内着いたね。だからとにかく有害の方がやりたかった。それだけだしな。で、これが境内の入り口だね。今、屋台がちょっと準備中で、やっぱり杉玉あるね。でっかいわ。千箱。何かあるな。結構、古事記に出てくる地域だからな、ここは。結構やっぱり立派な杉の木だね。でも前行った鴨地神社ほど狂っちゃいないよね。前行った鴨地神社ってね、どこにでもお金が落ちてたからね、ちょっとすごいよな、これ。これは境内だね。境内の横にあるところと、境内の横だね。さて、これが発車巡りのうちの笹福だね。一応笹福が多くつく神社で、それで県が PR をしてるらしいけどね。一応、ブログのね、ところにも、どこだっけ、鴨地神社だね。鴨地神社とかあるけど、別に縁起がいいっていうふうに見えるだけで、メディアが騒いでるほど、地元の人たちはそこまでっていう感じかな。ってなわけで、これ、笹福神社のレポートした。